皆様どうもこんにちは、メントスです。さあ今回はセーブルームというゲームをやっていくんですが、このゲーム一体何がセーブなの？そう、あなたのカバンをベースをセーブというわけで割ってまいりましょう。これはですね、バイオハザードとかのね、カバンを詰めるシステムと一緒なんですけど、いかに効率よく物を詰めるかといったシステムとなっております。というわけで早速やってまいりましょう。ね、どうやんのこれ。あ、F でセレクトなんだ。こうやってね。はい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 。おお、いいですね。はい、フィニッシュ、オッケー。おお、ウェルカム、クリア。お、今回これですか。いや、こういうゲーム好きなんだよな。うん。操作がね、ちょっとやりづらい。で、ここも取って、いいね。で、置くと。これ何？卵？バイオ、卵あんの？宝石のことかな、バイオだったら。あ、なんだこれ。これは、あ、なるほどね。回転していく感じね。オッケーオッケーオッケー。そう、バイオとかね、結構あれなんですよね。こうやってね、物をね、あ、なるほど、こういうことですか。ハンマス置いて上、え、多分こうかな、多分こうだよね。これで、置くので、ああ、縦と前ね。 OKOKOK。 ここを縦にして、でここをこうだね。でこうか。お、いったいった、いいね。BGM がいいね。なんかバイオしてる感じある。え、これ何？ちょっと待って、え、急にむずくなってきたな。これはとりあえずここか、こう置いて、ここ置けないとまたミソだね。ここは多分置けないと思うんで、多分こうかな。あとはここでやりくりすればいけそう。朝ね、あとは、卵を上に置いて完成だ。よしね。なんか急に増えていったぞ。待て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 。やたらめったら増えていったな。待てよ、とりあえず、こうかな。で、多分これはね、ここで重ねるべきやるんだろうね。重ねられないね。ということは多分こうだね。で、ここ置いて、で、ここの縦のラインが多分使えないはずなんで、普通に考えると。で、これを、こうやるとハンドオーケー。おお、いいね、いいね、いいね。楽しいじゃないか。あ？あれ？あれ？おにゃーん。たたたたた。あれ？ちょっと待ってください。これじゃない。あ、こっちかな。これをこうか。こうやって。
こうだね。お手卵こうか。オーケーオーケーオーケー。すっきり。ん？なんだろう。幅詰めるとかそういう話？リロード？リロードってカードないか。え、これなんだろう。あ、あ、そういうのもできるんだ。なるほどね。幅入れろってことか。これは簡単ですね。そうなると。うん、ちょっと待ってね。簡単カッコできなかった。ちょっと待って。そうだね。で、ここでこうか。一応別にやんなくてもいったのか。マジックポケット、これ込めといて、これこぼんのかな。これも、あ、これ無理なんだ。込めすぎやった方があれなのかな、難易度が高いとかそういう系なのかな。さっきを見てる感じで一応全部詰まりがしたもんね。一回ここで回しておいて、はいはいはい。で、ここがか、でこうやってハンドガンをこう、まあ、横に入れますと。え、すげえ楽しいんですね、このパズル。さあ、レベル7。ショットガン12発か。はい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 。まあ、これをとりあえず入れますと。ああ、これあれか、ハンドガンか。9ミリ入れて、で、ここショットガンを入れますと。で、ここで入れた後に、そこ下の3発だね。まずはここを一回上に上げまして、で、どけて、そうね。ワンチャンこれ重なるのか？あ、やっぱそうなんだ。はい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 。で、こうか。収納術を学びます。オッケー！ロケラン？待って、ロケラン？オッケーオッケー。で、ここも入れると。で、ここで入れてな、多分あれかな、こうこうやってショットガンの3発を多分移動しないといけないと思うので、ここに移して、で、5マスか、5マス、5マスか。こうやって入れないよな。そうだよね、ここ入れないもんね。となると多分これがあれかな。あ、そうだね、こっちだって入るもんね。なので、ここの卵を1個だけこっちに移しておいて、で、ここですね、ここを変えるのかな。っていうことは、どうですか、移して、あれでも1個あれだな、これがちょっと邪魔になっちゃうのか。ということは、卵だもんね。いや、なんとか入らんか。ここよな。こうするとここが、そうよね、
一個埋まっちゃうんよね。どうしよう。待って。うわこれか。なんだこれ。待って。これ違うのか。でも入らへんやんね。わかったかも。これをここじゃなくてもっと先端につくんだ。多分これはね、多分こだわってんね。でこれをスペース余すことなくここに入れると、で卵をここ入れてやると上のところが2マス開くから、あこれでいいんだ。おーいいね、すっごいいいじゃんこれ。いいよこれだよ。オッケー。そしてこう50ミリか、パラミリが入ってるのか。待てよ。でこれも25発と。でこれも入れて、でショットガンのやつも置いて、一回こっち側だね、移動させようか。移動させといて、いやこうガスで待てよ、こういう自由性が高いやつほど難しいからな。で考えろ。はい、まずはここショットガンの置けるとこって大体もう決まってんだよな。まだここら辺しか置けないと思うんで、で多分ここら辺にこれを置いていくのはまあ想像できるんで、でここに多分武器1本かな、多分。いやーでもこれどうだ、ここか？待てよ、まあまあはめて、そのハンドガンをどっか入れないといけないんだよな。あ、じゃあ卵はあれか、これ移動させるか。ちょっと移動させて、ここを2マス開けますと。でこれもこっち持っていって、卵持っていって、こうすると開くんだ。あ、オッケー。開かないです。は？だってドヤ顔で開くんですねーって思ったら開いてないんですが、はてはて、あこれじゃあこうでいけるのかな。あ銃入るね、これで。これでじゃあ銃が入ると、で卵を移動させて、さらにこっちか。オッケー、いいね。はい、オッケー、リューチレベルさ、オッケー。ブレーカー、パースイード、これも使えるのかな。はい、12ポンプ入れて、オッケー。はい、タクティカルショットガンね、良いよねこの銃も。で、ここか、ここどうすっかな。これはちょっと反動がいる場所ないな。あ、これが邪魔なのか。 OK、これを入れるメリット全く今なかったな。まあちょっと一回ですね、邪魔なんでちょっと移動させましょうか。でここを移動させて、
でこうか。でこうなるとハンドガンを置けないの。こうか。でこれ置けるか。一瞬スプレーがあるからさ、スプレー使えるのかなと思っちゃったね。勘違いしちゃったわ。え？どういうことや。スプレー使おうとしてミスったらえらいことなったわ。ちょっと待って、なんでやびっくりした今。えって顔になった今。待ってなんでやねん。どういうことなん。オッケー。まあ、はい。どうやって使うんだろう。ファーストエイドスプレー。え、ふりかけかけるみたいなの。ファーストエイドライフイズトゥースローって書いてあるけど、あこれ使えるんだ。はい、あ、それだけ。あ、リロードもされてないと。あ、リロードもされてなるほど。あ、なるほど、アイテム使うことを覚えましょうってね。なるほどねそういうことね。俺普段はブリッドかあんまり利用しないからな。これはこっちかな、多分。で、多分ハンドガン、ここ置いて、はい。で、これはこっち置いあー、でもこれあれか、ここだと、ほん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 、ここかな、ここに置きたいのか。となるとこれずら、あ、卵の位置をずらすか。こうやってよ。こういうのってまずは最初にそう、これをぶち込んでしまえば大体答えが見えてくるからね。え？え？満タンじゃない？ちょっと待って、あれ？ああこ、え？え？いや待って、いや満タンなんだが、え、なんか俺の知らない何かシステムあるか、もしかして。卵合体。いや待て、何？卵って回復すんの？たまになんか
分からないシステムがあるんだけど、ちょっと待って、俺多分バイオあれなんだな、456してないからだろうね、全然分かんなかった。何魚って食えるのこれは。あ、食えるんだ、あ、食えるんだこれも。な、何、え、魚を持ってみて何があんの、ちょっと待ってむっちゃ気になるんだけどさ、何魚って。これは3だからここでしょ、多分ここを入れといて入るんじゃないかな、入らないのかな、入らないんだ。おーい、ちょっと待って、浮いたやつ動かせて、ちょっと待ってね。まあこのちょっとあれだよね、ちょっとこの不便さっていうのもまた、まあバイオの良さでもあるもんね。はい、で弾入れると、で、ここで、なんかこれまだ合体スペースあるぞ。これも食えるか？あ、食えないか。いや、わかったぞ、俺。違うか。あ、じゃあ、そう、これ、あ、うん。あまり入れてなかったわ。合体とかレベルじゃなかったわ。合体ってレベルじゃねえぞ、これだ。はい、オッケー。さあ、そして、グレポンですか。グレポンね、8マスか。8マス ?8 マス ?8 マス結構開かないけどな。あー、これ食べるやつもちゃんと考えないといけないとか、そういう系栄養士か何かですかこれ。あの、あ、でもこれと入るの。5マスか。5マス5マスはちょっと入らないんじゃないかな。ああ、そうか。え、でもこれ5マス開くとこなくないね。こうするとコースないよな。あるわ。ここ置いて、こうか。で、魚くんをここ入れて、で、これ持っていっての、ここね。おお、達成感ある、めっちゃ今いいね。あなんだよ、なんだよこれ、本当に何これ、笑ったわ。魚何匹食えんの魚何匹食えるかによる、これ今。OK、2匹食えるわけね。あ、これ簡単じゃん。あとこれ下げなくちゃ。はい。なんやこれ、ほんまに。OK。で、ここも入れて。移動がさ、ちゃんとあのコンシューマーキー向けだからさ、マウス操作じゃないんだよね。パチ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 クリックしながらやってるから、それが逆に大変マズして、何これってやつだね。オッケー。で、ここでまた貼っていくと。いいね。はい。で、これ OK。で、ここですか。グリアンめっちゃ出ていたな、ついに。はい。あ、これガタリキアリンだ。オッケー。多分これはとりあえずここ入れちゃっての。あとこれはあんま関係ないか。
で、こういうのって武器さえね最初に入れてしまえば大体の場所は分かってくるから。ん？あとはこちらですね、動作していけばといったとこなんですが、この下の枠があれか1個余っちゃってるのか、これ言うと考えないとね。これだとだ2個入って、待って2個入る、あ3個入る、あ終わった、オッケーオッケー、でここも入れてオッケー、おおいいね、とてもいい、気持ちがいい、オッケー、はい1個入れて、あとは卵、これでも全部で40もあんのか、で今回20枚やっちゃいましょうかね。え、はい、よし、オッケー、フレッポン、これだな。で、1余るとこないから、とあとはこうだね。え、で、でこれで大回復かまして、で多分これはこうだね。で余ってるやつを移動させますと、はい、でこれもここで OK、 はい、フィッシュ OK、 ここですか、ここは3ですね。多分これね、多分ここで噛み合わせるってすごい大事だと思うんだよね。で噛み合わせといて、で上がハンドガンか、いやこれ違うな今回は。はい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 、これ上と下であれですね、隙間使うっていうかね、こうかな、でこれ作っていって、でこっちだな、そしたらここが埋まるので、で、ここで OK、 もうなんか3色になってるからなんか味噌あったよね、ちょっと空いてるとこあったもんね。でこうもうこれ入れちゃうか、でこれ入れちゃっての、あれってこと1個余るのか、おやおや待って待って、完成ってことだっけ、あれだわ、1つ余っちゃいますね、そうか、あれ余っちゃうのか、一発だけあれか、とりあえず置いていって、やまんねえわ全然やまんねえわ、なんか一個だけなんか空いてんだっていうとこがちょっとあったね、頭にこびりついちゃって逆に視野を狭めたね今。どうしようかな、俺なんだ、これは、あ、こうかな。こうしないとそもそも置けないもんな、もう。いや、こうしても置けないか。え？まだ待って待って。過去最高に難しいの来たな、まだ待って。でしかも動かせないし、待てよ待てよ、とりあえず弾入れるか、
弾は取れ邪魔なので全部ぶち込んじゃってでここも全部入れてあ間違えちゃった今ユースとあの混ぜるの間違えちゃったねオッケーオッケーオッケーでユースしてあちゃーでこれですねでこここうかでこっからなんだよなぁ長さ的に縦に入れることは不可能ですっていうことはまあ前提条件ね前提条件となってるのでその場合はこれなんだよなこれがどう頑張ってもやっぱ噛み合わせるしかないよな縦の入る部分がないもんな一個もこれでいます8マスあるんだよな8マスいるからこれでやるとここが入らないからダメなんだよなそうだよなでここでやるとここも入らないとここか待てよ待てこれで縦ではないよな縦ではなくてロケランの置く場所をまず考えていけないなでもここに置くことでそうよねー邪魔になっちゃうんですねということは小強であれですね一回ロケラン以外を全部きれいに置いてみようかロケラン以外をきれいに置くことによってそう見えてくるものっていうのが絶対あると思うんでまあ、とりあえずロケランのことを無視して、そうよな。ロケランを無視して置くとなってもあれか。割と全部全然長いんだよな。待て。いやもうこれむずいな。過去最高かもしれんね、これは。多分俺、これはね、ここら辺だと思うんだよね。メイビーですけど。で、これを、まあ、ここに置くじゃないですか。でね、置いた場合、そう、絶対じゃあ場所がおかしいになったんじゃないですか。空いてる枠が、そう、縦にどっか置かんためなはずなのに、これが空いてると。なるとですよ。これは難しいですね。何カスタムできるのもしかして。何と合体できる？
これなんだ。待てよ、ロットガンか。ここら辺使うよくないんだろうな。そうそう、この3つをさね入れれないと話にならないわけじゃん、このゲームって。なんかと合体できる？できないよね、さすがに。そうだよね、分解、あ、分解あるのかな。これこれ、これ説明か。分解できないか。なんだこれ。初めての。ハテナハテナに包まれとるな今。いやーでもこれだと入れないよね。そうだよね。いやそうなんだよね、入れないんだよ。入れないんだよじゃねえんだ、マジで。入らないんだよじゃねえんだ、入らないじゃねえんだけど、入らないんだよ、マジで入らないんだよな。待ってて、いやーロケランがクセモンだなマジで。ワンチャンのあれか、あ、これだと入るか。あ、これ上にロケランじゃん。あ、入るわ。入った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 。あ、なるほどね、そういうことか、こうか。あ、入るじゃん、普通に。おい、なんだよ、簡単じゃねえか。言いたいところではあるんですが、まあ簡単なわけではないですよね、どう考えても。で、ここで。で、ここですよ。あれ？ここ入らねえじゃん。あ、ここあれかな、じゃあ1個前か。1個前にすると、こうやって。で、こうしてこうか。で、ここが入りませんと。うわー、1番咲いとるんか。あ、しかも人も入らんわ、よく考えたら。待って待って、よく考えたらあれか、これこれをさ、もしかしてさ、こっちかなわけないなわけなかった、こうか。こっちにして、でロケランも多分ここ固定な気がするんだよな。あまりにもすっぽりはまりすぎてるから、まあ、固定として、その場合ここがそうだよな、浮いちゃうんだよな。
そうだよね。あ、これもこれ固定でいい気がするんだけど。これがちょっとあれですね、非常に厄介だな。いやー、どこだ？ここで？いや、難しいですね。これだと、まあ意味ないもんね。上になっちゃって持っていっても困ると。え、でもこれはもうここ確定な気がするんだけどな。あ、こうか。あ、あ、うん、これじゃないか。きた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 、やったよ。よよ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 よ、オッケーオッケーオッケー。あ、なるほどね。もうほんとちょっとしたスペースがわからなかった今。よし、オッケーオッケー、いいね、イエーイ。OK、 40秒か。 OK、 ここ20秒いこう。 OK、 OK、 いや、むーすあっちゃったってあ、OK、 これね、はいはい、混ぜると、はい、OK で、これも混ぜると、ゆずで、これも混ぜますと。使えないと。で、これを混ぜると。とりあえずこれはもう多分ここだね。ここはめといて、で多分これもねここだと思うんだよね、自然な形でいくと。であとはこうだと思うんだけど、あれなんか余っちゃってんな。ダブルグリーンハーブとかそういう系もしかして、待って、え、そういうのあんの？ちょっと待って待って、あ、はいはい、これもこれとこれをハーブジージと、あ、なるほどね。でもこれとこれを混ぜるんだ。あ、そういう使い方があるんだ。へえ、効果薄いけど相場しのぎ用のやつか。なるほどなるほど、そういうやつもあるんだね。わかるかーい初めて知ったわそんなもん。 OK、 はい、あとはまあ簡単だね。オッケー。で、はい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 、オッケー、いいね、これでいきましたよ。よし、プレッシュ K。いやー、面白いっすね。面白いけど難しいね。え、知らないけどそんなシステムっていうのがありましたね。いやー、という今回は、20秒やったんでね、またそのうちね、また残り20秒やっていこうと思うんですが、どうでしょうか。
皆さんも頭の整理整頓できたでしょうか。私もそこそこできたと思います。というわけでまた次回よければ見てください。よければチャンネル登録もお願いします。それでは皆さん次回もよろしくお願いします。ミントスでした。またね。バイバイ。 See you!